ではストリーム走りましたので、はい、間もなくはい、じゃあスタートします。はい、5秒前、4、3、2、はい、お待たせいたしました。皆様こんばんは。6月25日木曜日ですね、久々のスタジオからの放送になりますが、もう早速入ってるな、はい、本日はですね、ジョホールバルの歓喜配信決定直前特番ということで、お届けしたいと思います。よろしくお願いいたします。本日 MC 小松です。はい、そしてですね、本日はゲストをお迎えいたしております、まずはお隣、ジョホールバルの歓喜といえば、そしてサッカーキングチャンネルといえば、この方、奈良橋明さんです。入ってまいりました。よろしくお願いします。よろしくお願いします。ここにいるだけでホッとします。かぶり物待ちでしたけど、ね、今日は真面目ですこの試合に関しては僕は素の鳴らしていきます、はい、譲れないライン、譲れないです、ここは、はい、いろいろお話を伺っていこうかなと、はいはい、思っております。よろしくお願いいたします、はい、そしてですね、この番組は2回目の登場になりますが、あの巷ではジュビロ磐田サポーターでもすっかり定着されていらっしゃるかと思いますが、はいはい、本日はですね、ジョホールバルの歓喜を知らない若者代表ということで、はい、はい、モデル女優の田中誠さんにお越しいただきました。よろしくお願いします。はい、ということでですね、まあ、あの特番という形で目打っているんですけれども、まあ、明日6月の26日ですね、はい、20時から JFATV、まあ、日本サッカー協会の公式の YouTube チャンネルなんですけれども、こちらの方でですね、まあ、日本代表が初めて FIFA ワールドカップの出場権を獲得したという記念すべきですね、試合の、FIFA ワールドカップフランス98、アジア地区第3代表決定戦の、日本代表対イラン代表の一戦が、まあ、追加配信ということになって、フルマッチ配信が行われるということになったので、ちょっとそれをこうね、あの熱を高めようじゃないかということで、まあ、ちょっとその楽しむポイントなんかを、はい、当時の状況なんかも踏まえつつ、はい、伺っていければと、はいはい、思っておりますので、はい、まあ、田中さんにはぜひいろいろもう分からないことがあったらどんどん奈良橋さんに聞いていただければ、はい、この元日本代表のおじさん何でも答えてくれるので、はい、一応出ていった記憶はあるので、一応、はい、いろいろと、はい、質問、はい、答えられると思いますので、はい、そうですね、一応フル出場して、はい、一応そうなんですよ、と思われる、いや思われる、右サイドでフル出場してると思われますので、はい、質問には答えられると思います、はい、サイドバックで主に出てるところで抜かれてるのは相馬さんかなみたいな、いやそこはあれですよ、あんまりこう触れないようにしようかなあんまりそこは触れないようにしようかな、はいはい、まあ、なので、まあ、ご覧いただいている方もですね、あの事前のところのチャットのコメントで結構あの当時、まあ、リアルタイムで見てたとか現地に行ってたっていう方もいらっしゃいましたけど、まあ、もちろん、まあ、もう何年前ですか、20年前なんですね、23年前、はい、になるので、うん、まだあのこのように生を受けてないとか、ね、記憶にございませんっていう方もいらっしゃるかと思うので、うん、はい、どんどんあの質問して、いただければなと思っておりますので、ぜひ、ご参加いただければと、はい、はい、思っております。お願いします、はい、ということで、はい、まあ、ちょっと早速ですね、はい、まあ、そもそもジョホールバルの歓喜っていうのは何ぞやと、はい、おいうのをですね何ぞやですね、何ぞやと、何ぞやですね、はい、はい、いうのをちょっとまあ僕の方から、まあ、資料読みになりますけれども、ちょっとご紹介させていただければと、はい、思っておりますので、まあ、田中さんも多分知らないこといろいろあると思うので、はいはい、まずそこからですよね、はい、はい、いうふうに思っておりますので、まあ、あの知ってる方も知らない方も改めて思い出していただくためにちょっとお聞きいただければと思います。しっかり聞こう、はい、まずジョホールバルの歓喜なんですけれども、まあ、こちら1997年11月16日ですね、マレーシアのジョホールバル、はい、これ場所です、ジョホールバルは、はいはい、こちらで日本代表が、まあ、ワールドカップの98年のフランス大会の、まあ、出場権を獲得するためのアジア第3代表決定戦、第3、はいはい、これ今とレギュレーションが違うんですよね、はいはい、でイラン代表と対戦をしまして、まあ、岡野選手、今ガイナーレの GM ですけれども、まあ、ゴールデンゴールで、勝利を収めたことによって初めてワールドカップに日本が行けるよということが決まった試合なので、うん、まあ、歓喜がついていると、はい、歓喜ね、いうことですね、はい、まあ、マレーシアの街をこの一つしか知らない確かに、まあ、行ったことない方は、まあ、よりそうなるでしょうね、そうか、でまあ、当時の大会方式なんですけども、先ほどちょっと違うという話をしましたけれども、まあ、これアジアの出場枠が今は 4.5
なんですけれども、ワールドカップ当時は 3.5 なんで、より狭きもんだった、まあ、それでも増えたんですけどね、前2だったりしたの で、はいはい、まあ、3.5 カ国っていうことだったので、まあ、アジア最終予選は10カ国が残って A と B で5チームずつ分かれて、で、まあ、総当たりのリーグ戦をホームアンドアウェイでやると、はい、で、まあ、1各組1位ずつがもうそのまま出場権ゲット、はいはい、なので、まあ、5チームのリーグ戦をその1位にならなきゃいけないということで、これがまず大変だったと、はい、で2位同士 3.5 の3の残り1は2位同士がここで決定戦をやって、はい、まあ、一発勝負なんですけど2位ですね、はい、2位同士がね、でそれで本大会勝った方が出場権ゲットと、はい、こういうことになっていて、負けた方は4位、アジア4位になるので、その 0.5 枠っていうのを、そうなんそうなん、残り 0.5 枠を持ってるオセアニア代表、はい、で今オーストラリアがアジアですけども、はいはい、当時はオセアニアだったんで、オーストラリアは、まあ、大体オーストラリアでしたね、大体、はいはいはい、で大陸間プレーオフやって出るとこういうことになったので、はい、まあ、今よりもね門が狭かったので、狭き門ですよね、はい、よりこうファンの人とかはこう悲願だった、まあ、選手ももちろんそうですけども、スタッフ熱狂ですよね、はい、で、まあ、日本はなかなか苦しい戦いだったんですよね、この大会も予選も、そうですねいろいろありましたね、険しい戦いをされていらっしゃいますけど、はい、いろいろありました、はい、もう最初から、はい、はい、まあ、日本はその当時の予選なんですけれども、韓国、UAE、ウズベキスタン、カザフスタンなので、まあ、今も強豪と言われるところがもう入ってるんですけどもこちらと同じグループ B に入ったと、やばい、はい、B ですね、で、まあ、結果そのグループは3勝4分け1敗、まあ、敗戦は1個だったんですけども引き分けが多かったということで、うん、まあ、勝ち点伸ばせずに13で2位だったグループ、はいはい、で、まあ、この時首位通過したのは韓国で勝ち点19だったんですけれども、はい、まあ、次ぐ2位ということで、まあ、グループステージの間も結構まあなかなか成績がうまく、はい、こんな感じでしたね、はいはい、大きな波がうねりがあった中で、はい、たね、第5節カザフスタン代表戦ですね、後には、まあ、カモシュー監督、はい、が更迭されていって、当時ヘッドコーチを務めていた岡田さん、岡田武史さんが、まあ、そのまま内部昇格と、はい、ということで監督になったと、はいはい、だからそうですね、岡ちゃんから岡田さんに、昇格したってことですよね、はい、言い方もね、まあそうです、読みながら、はい、はい、そうです、あの当時の感じでいくと鴨さんは、まあ、フリューゲルスの監督ともやられてたんで、はい、まあ、名前は知られてる方結構多かったと思うんですけど、岡田さんって誰みたいなところ、はい、ちょっとまあなかなかあったかなっていうところではありますね、はい、はい、うん、結構ね、そう、当時の予選の思い出も結構記憶がある方いらっしゃいますね、はい、そうね、カザフスタンも今はヨーロッパですね、そういえば、そうか、そうですね、そう、カザフスタンは今ワールドカップ予選はヨーロッパ予選の方に入っているので、まあカザフスタンもね、はい、すごい都市でしたね当時は、はい、タシケントとかかな、カザフスタンとか、ね、そうです、そうです、はい、ですね、はいはい、で、まあ、この第3代表決定戦が、まあ、マレーシアでやったんですけれども、まあ、こちら当初はバーレーンでやる予定だった、これも多分こうあの思い出していくこともいろいろあると思うんですけど、ね、だったんですけれども、はい、まあ、結構その距離とか気候とかが不利だと、うん、はい、まあ、要はイラン地形じゃねえかと、あーバーレーンだと、そっち寄りになっちゃうんですよね、はい、はい、気候もそうですし、はい、で、まあ、なんで JFA が抗議をしました、うん、違うとそこは、はい、で、まあ、その結果、まあ、西アジア同士の第3代表決定戦になるんだったらバーレーン、まあ、で、東アジア勢同士の、第3代表だったら韓国で、西アジア対東アジアの第3代表決定戦になるんだったらマレーシアでやりましょうと、そうだったんですね、はい、いう経緯があったということですね、まあ、マレーシア選ばれた理由としては、まあ、イスラム圏であるっていうことなんで、まず西アジアにイスラム圏の国多いので、で、そして、まあ、アジアのサッカー連盟の本部があるとこういうことなので、まあ、中立地ということで選ばれたということになってます、まあ、なんですけど、まあ、マレーシアでやったっていうことなんで日本のサポーターがめちゃくちゃ行ったんですよね、そうですね、はい、あれはもうびっくりしましたね、はい、はい、まあ、なんで、まあ、ちょっとその明日の試合見ていただいた中でも多分たくさんサポーターがいるのを確認いただけるとは思います、はいはい、で、まあ、ちょっと試合展開まで一気になぞっちゃいますね、行きましょう、はい、まず中田選手のアシストで前半に中山選手が、はい、あの決めて、ジュビロの中山選手が決めて、はい、ジュビロね、ゴンちゃん、ジュビロのね、ジュビロのちょこちょこジュビロエッセンスを入れていく、はい、はい、お願いします、ジュビロのゴンちゃんですよ、ね、急に顔がほころびましたやっと私の番よっていう感じですね、やっと私の番来たわって、そうですね、はい、私のターン、
はい、まあ、だったんですけれども、まあ、最先記録というか、まあ、前半に先制したんですけれども、はい、後半に入って、まあ、ちょっと立て続けに失点をしてしまいます。そうですね、アジジ大本当に立て続けでしたね。46分58分、はい、はい、はい、まあ、というちょっと、まあ、逆転されて劣勢になったんですけれども、まあ、途中出場となった、城勝利選手が、はい、まあ、長門選手のクロスからヘディングで決めて、はい、同点ということになって延長戦にと、はい、そうですね、で、延長後半ですね、後半終了間際、はい、118分に中田選手の左足のミドルシュートキーパー弾いたところを岡野選手が決めて岡野っていうやつです、ですね、はい、やっとって感じですよね、はいはい、でこれで、まあ、ワールドカップの出場権決定したんですけれども、はい、まあ、これゴールデンゴール、まあ、いわゆる V ゴールってやつですね、うん、あの J リーグでも一時期使ってましたけれども、はい、あの延長戦に入ったら、点が決まった段階で勝負決着という、うん、まあ、仕組みだったんですけれども、はい、これで、まあ、予選、いろいろやったりとかしたのは、フランス大会と日韓大会だけ、ワールドカップでいうと。へー、で2004年限りでこの仕組み廃止されたんで、はい、ゴールデンゴール決めて劇的にワールドカップ出場決めたっていうのは日本だけ。おー、この試合だけですか、はい、すごい、それはすごい、はい、嬉しいという感じになっております、はい、ということで、ちょっと先月ながら、はい、ありがとうございます、情報ルバルの歓喜っていうのはこういうもんですってちょっと説明させていただきました、はい、はい、まあ、なので、まあ、当時97年7年ですね、はい、はい、いうことなんで、まずそもそも僕の不安としては、はい、田中さんおいくつでしたかっていう。そうか、私は2歳、2歳でした。覚えてます、ジョホールバン。覚えてないです、一個も。後から、まあ、なんかちょっと聞いたことあるな、はい、みたいな、なんか初めて決めたっていうことぐらいしか本当に知らないですね、はい、だから本当、だから田中さんと僕はおじさんは本当もう娘と話してる感じなんですよ。いや、まあ実際問題それぐらいの年齢ありますか、ね、息子とか、はい、あと話してる感じなんで、はい、すごくなんかもう不思議な感じです。もう懇切丁寧に、じゃあちょっと今日教えていただけると、はい、そうですね、はい、細かに、なんかジョホールバルの歓喜とかってその聞いたりとかしたっていうことがあるかなぐらいですか、やっぱり。はい、あ、な、何で知ったかなぐらいです。なんかドーハとかはやっぱりたくさんテレビとかでも見たことあったんですけど、こっちはあんまり見たことなかったですね。あの、だいたい悲しいとか悔しいとか失敗したとかっていう思い出の方が日本人って、ね、日本人っていうか人間覚えてますよね。だから本当にドーハとか、はい、あとアトランタ の、はい、あのブラジル戦の勝利とか、まあ、はい、そういう方の方がなんか皆さんこう記憶にあるのかなっていう、はい、あの結構やっぱ中継、そうなんですよ、中継が、地上波フジテレビさん、うん、で、BSNHK、うん、NHKBS でも両方やっていて、うんうんうん、フジテレビが 48.7% だったから視聴率。そんなんすか。そんな、え、待って、あの時って時間帯的にはもう日本は夜中ですよね。夜中ですね。夜中ですよね。へえ。それでじゃあ全国民の2人に1人1人、まあ、でプラス BS が乗っかってくるんで。そうか、その方たちは2番を見てたっていうことですね。そうです、そうです、あの2番すげえ、あの2番を見てたってことですよね。はい、ありがとうございます。嬉しいわ、それは嬉しい。うん、そうで、フジテレビさんでその無敗神話なんていうのがね言われてたんですね、うん、中継で代表戦中継すると言われてましたね、22時ぐらい、23時ぐらい、夜中12時ぐらいだった、まあ多分それぐらいの時間ですね。そう、はい、で、あの結構サッカー見て初めて泣いたなんて方も言っていて、僕は当時中1だったんですけれども、はい、もうサッカー部で僕、伊原さんが僕ずっと好きで、あれ伊原さんが好きで4番が、はい、4番つけてました。あ、そうなんですね。そうなんですね。中学のサッカー部がもう完全に本当に、白襟、赤ラインが入ってて青だったんですよ。もう完全ですね。完全に。はい、で、まあ、地域の文字とかを取って AFC っていうのが入ってたんですよ。あ、そうなんですか。なんかちょっとそれっぽい感じ。それっぽい感じですね。はい、で 4番つけてました。4番。はい。そうなんだ。まあ、伊原さんも当時出てたんですけど、ね。はい。出てました、出てました。で、まあ、奈良橋さんは、はい、当時26歳。いいコメント来ました。2番の人小さいなと思ってみた。小さいんです、はい、実際やっぱ言われたりしたんですか。いや、いや、そんないじられることはないですけど、いや、僕もなんならちっちゃいなと思ったんで、いや、でもそこはもう、あの、気持ちで
気持ちで、はい、気持ちで、はい、オーラで大きく見せる。あ、もうサッカーは身長じゃないですから、はい、ね、今でメッシーとか、うん、メッシーと一緒にすんなって感じですけどね、はい、身長でねこうやっちゃうスポーツですから、うん、そうですよね、はい、気持ちですよね、はい、まあ、特にこの気持ちがね現れたこの試合はでしたからね、はいはい、で、まあ、奈良さん26歳当時若い、うん、26歳若い、今の私ぐらいですね。すごい、そうだ、めっちゃすごい、うわ懐かしいな26歳、めちゃくちゃ遠い目されてます、ね、20うん年前ですもんね、はい、20年前、97年になんでうちの息子が生まれた年なんですよ。97年、だからめちゃ記憶はもう本当に強烈でしたね。へえ、はい、もうじゃあその97年は奈良さんの人生においてもすごい講師ともに最初から濃かったですよ。97年に当時こうあのジュビロのライバルである鹿島に移籍して、はい、で息子が生まれて、はい、日本代表に復帰もして、まあ、そっからのこのジョホールバルなんでもう濃すぎてます。怒涛です、本当に怒涛ですね。怒涛の1997年でしたね。覚えてるもんですか、それとも逆に怒涛すぎて覚えてないとかあると思うんですけど。いやでも97年は結構いろいろなんかもう本当濃かったんで覚えてますね、すごく。はい、あ、いい質問ですね。フルマッチ配信実況ついてるのかなっていうんで、そのさっき中継の話しましたけど、当時の NHKBS で実況されていた寅さん、山本浩アナウンサーが、はいはい、また再度実況してくれるんですよね。はい、はい、すごい、してます。でゴンさんと奈良さんで解説してるんですよね。はい、なんで、まあ、ちょっとそういうのがついてる。でも田中さん安心してください、はい、ゴンさんと僕で、10の割合だと、ゴンさん8、奈良橋2ぐらいなんでそこはご安心ください。もうゴンさんについていくのが僕やっとだったんで、はい、そこは皆さん安心して配信を見てください。大丈夫ですか、だいぶ主導権握られてます。もうほとんど主導権はゴンさんでした。いや、 やっぱり僕はその奈良さんは、まあ、当時鹿島ですけど、はい、まあ、ベルマーレじゃないですか、はい、ベルマーレとジュビロって同時 J リーグじゃないですか。ああ、そういうこと。そう、だから結構ペアの印象なんですよね、はいはい、岩田平塚って、はいはい、だからそうか、はい、そういう風な見方もできるところなんですね。そうそうなんです。そうか、確かに。でもまあ結構、まあ、僕も鹿島に移籍した初年度だったんで、そういうやっぱりこう二強っていうか、うん、そういうなんか感覚でしたけどね。はい、うん、はい、なんで、まあ、ちょっと、何でも答えてくれる元日本代表の方がいるんで、はい、田中さんもね、まあ、J リーグ岩田って言ってますけど、まあ、代表戦もご覧だったりとか、はい、いろいろすると思うんですけど、もうだいぶ多分今の J リーグ、今やってる J リーグ完成されてるというか、うん、大体多分見始めてからそんなに大きく変わってないと思うんですけど、はい、ワールドカップも、もう基本的には出られるしみたいな、うん、なんかちょっとぜひなんか聞いてみたいことがあれば聞いていただきたいななんて思ってます、うん。そうか、だってもうね、今だったらもうワールドカップ出て当たり前のね、当たり前って思っちゃってますね。ですよね、そう言われると。そうですよね、いや本当にこの時はいろんなことが、うん、もうだから本当初出場っていう中で、あとはその日韓のそのワールドカップが決まってたっていう、うん、そういうまあプレッシャーもあったので、はい、まあ、そういう中で本当に決まってほっとしました、おじさんは。本当にほっとしました、ほっとしました、この時は。はい、日本って今は大体なんとなく分かるんですけど、その当時世界的にサッカーのレベルってどのくらいだったんですか。そうですね、今ほらやっぱこう海外で、はい、ね、プレーしてる方とかいますけど、はい、当時は、まあ、世界的にもそんなにまあ上位ではなかったかなという感じはありますね。そうですね、はい、もうすでに選手とかって海外行ってる人も、このメンバーはみんな J リーグ、そうですよ、はい、J リーグの所属で、はい、でこれワールドカップ終わって、はい、中田英寿、年下ですけど、うん、もうさん付けしますけど中田英寿さんがペルージャに移籍しました。この後なんですね、はい、この後ワールドカップ出て、その後にペルージャに移籍しました、はい、そっからですよね、いろいろこうイタリアそうですね、選手がね、でいるメンバーの中でいうと、まあ、ヒデさんがペルシャ行きました、はい、で七海さんがベネツィアに行ってました、はい、そうですよ、はい、で、ジョーさんもスペインに行きました、うん、あ、すいません忘れてました。いや違う、忘れてました、忘れてました、この前にいました、キングが、キング、あ、そうだ、
キングが、はい、キングカズさんがはい、イタリアのジェノバに行ってましたね。はい、カズさんは、ジェノバ行って、まあ、ちょっといきなり怪我しちゃったりなんだして、まあ、ちょっとうまいかいかなかったりとか、まあ、ベルディといろいろ約束があったりとかして、はい、戻ってこいっていうような、そうなんですよ、カズさんすいませんなんでもう当時は戻ってきてて国内でベルディでやられてた。あ、なるほど、カズさんそういう時期です。はい、はいはい、いう感じの時代ですね、はい、確かに、ね、なんか皆さんもね、ぜひ質問があればコメントしていっていただけると拾いますんで、はい、この中だと誰が一番人気だったんですか？この中でスタメンですか？スタメンの中だったら誰だろうな。なんかみんなスターすぎて なんか誰が一番なんだ、まあ、人気はなかったのは、まあ、僕はまあなかったですしこんなかったら川なんかちょっとそういうの言わせる振りみたいな。いや、ね、私はやめて。キーパーの家具女子活大好き、はい、ジュビロ言いましたけど、うん、人気ありましたよ。人気ありました。大好き、はい、顔がめちゃくちゃかっこいいし、あとだから中田秀俊さんとか、ああ、あとだから城庄司さんとか、あ、人気ありましたよ。そうなんです、はい、面白い。あとはあれですね、情勢で言うと、はい、開幕 J リーグ開幕して93開幕して、まあ、4、5人気があったのがちょっとこう下がりつつあった中だったんで、うんうんうん、中田さんがこのヒーローインタビューの時にありましたね、はい、代表は盛り上がったと思うんで、うんうん、J リーグを盛り上げてくれっていうことを言ったんですよね。へえ、かっこいい。 すごいですよね。終わった直後にそれを言えるっていう、うんうんうん、みんな興奮してるのに。確かに、ね、なんでそれはもう考えていくんですかね、ああいうインタビューって。いや、多分考えてはなかった。本当にもう頭いいんですよ、あ、中田さん、中田さん、はい、もう勉強もできるし、はい、でやっぱりそういうところでやっぱりこうなんだろう、思いついたというか、その時浮かんだ、はい、J リーグをこれから盛り上げてくださいっていう。すごいですよね。そんな言えないですよ、絶対出てこない、絶対のやったーとか言ってるそういう中で冷静に言えるっていうのはすごいなと改めて思いますけど、やっぱ中田秀俊一郎っていうのはやっぱちょっとなんかそういう高みにいますよね。そうですねこう、まあ、空気感っていうか、はい、それでなんかこう同じように感じますけどね、はい、まあ、やっぱあのコメント聞いてスタジアムに来るなっていう方もいらっしゃいますからね、はい、あ、2010年の長谷部が被った、うん、そうですね、長谷部さんの選手も言ってたかな、うん、ね、国内を盛り上げてくださいっていう、ね、言ってましたね、そうかそうか、はい、はい、はい、いうことなんで、まあ、ちょっとジョホールバルいろいろ伺ってきましたけど、まあ、せっかく奈良さんにお越しいただいているので、はい、本放送でももちろんお話ししているところはありますけれども、あります。奈良さんでも2ですからね、あれ2なんで、はい、ほとんどゴンさんそうですね、だいたいボール持たれてましたから、ね、だいたいボール持たれてました、はいはい、追いかけるだけでしたけど、はい、昔の日本の試合みたいな感じになっちゃいましたね。いや、もう追いかけ本当に追いかけるだけでしたね、はい、まあ、なので、まあ、奈良橋さんが、まあ、選ぶ、まあ、当時の印象的だった出来事みたいなのをちょっと選んでいただきました、はい、で、これ、まあ、3つ選んでいただいて、まあ、ちょっとまとめて書いていただきます。これいいですか、出しちゃって。もう一気にいいですか、はい、はい、出しちゃいましょう、はい、もうダンと、はい、こんな感じですね、はい、はい、まあこう一番ですかね、はい、まあ、アジジ車椅子事件っていうのは、収録のとこでも、まあ、ちょっとこう、まあ、言ってるんですが、まあ、ちょっとこうほんわりと言いますけど、はい、こうゲーム前にですね、こうイランの主力だったアジジっていう方がいたんですよ、はい、アジジっていう方、はい、で結構主力の方で、おー、でなんか怪我をして車椅子に乗ってるこうアジジの写真があったの、やばい、はい、でそれで、まあ、出ないっていう感じのこうコメントがあって、うんうん、まあでもちょっと車椅子だから、はい、大げさだろうと、うん、絶対出るだろうというふうにこっちは思ってっても、はい、もうしっかりとスタメンで何だったんですか、はい、バリバリと出てきたっていう、はい、車椅子は大げさだったなっていう、逆に、はい、大げさすぎて、大げさすぎてちょっとこれは違うだろうっていう今じゃ絶対ありえない、ありえないですね、ですね、謎い車椅子かっていう、うん、確かに、はい、そのぐらいのちょっと大げさ車椅子って面白いですね、はい、大げさな感じですね、もうピンピンでしたからねそうなんですよ、これ今でもアジジ作戦って使うもんなっていうの、そうですよね、こうかます相手にちょっとかますというか、はい、張ったりじゃないですけど、はい、情報戦みたいな時にイコールみたいになってるんで、うん、もう20年経ってても、しかもイラン代表のフォワードの、ね、あれなんですけれども、
ね、ちょっとやりすぎだろうっていうのはあとアジジダエーとあともう一度マハダビキアっていうのがいたんですよ、はい、もうこう素晴らしい、はい、でこのこう3トップがもうちょっと強烈で、はい、でもアジジっていうのがまあこうちょこ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 した選手で、はい、厄介な、はい、その選手が車椅子乗ってて、絶対嘘だろうそんなことあるんですか。絶対出てくるだろう。満を持して出てきましたけど、ね、出てきた、はい、そこのスカウティングってバッチリ本当にハマったんですけど、あれやりすぎだろうみたいなところはあると思うんですけど、ある程度こう根拠もないといけないじゃないですか。何なんですかね。でそこら辺ってあんまり記憶がちょっとこうファッとしちゃってるところもあるんで、でもちょっと大げさじゃないですか車椅子ってまあそれはそうですね。松葉杖とか、まあ、松葉杖も大げさだと思うんですけど、まあ、そういうんだったんで車椅子なんでちょっとこれはやりすぎだろうっていうふうに思ったんで。確かに、はい、あの結構質問ではイランの歴代代表選手の名前が出てきてるんですけど、マハダビキは多分この時若手ですよね。若手です、はい、でその今出てるようなアリカリミとかハシェミアンとかその後なんで。ああそうか、そうなんですよ。でマハダビキアもその代表に入ってるんで多分こう混在するっていう感じだったんですよね、はい、そうですね。で当時はそのアジジとダエイですよね、はい、ダエイがもう大英雄ですよねイランの。もうだからこう日本で言うとカズさん的な感じですね。ヒーロー、はいはい、そういう感じでしたね。確かアジア人記録持ってるんじゃなかったかな得点の。そうか、はいはい、アリーそうです、はいね、はいはい、ですよね、はいはい、アジジ車椅子選手権、ね、多分もうこの辺誰々がいたらみたいなのはもう結構ベテランの方ですね。そうですね、イランのもう名前がね、はい、名前出てくるっていうことはね、はい、で僕と同世代ぐらいかなっていう、うん、今だともうアズムンとかになりますからイランだと。あそうか、そう、そうですね、ガラッとまた変わってますけど、ね、世代が、はい、世代が全然違いますからね、はい、はい、で続いてこれ元さんのクレバーなパスカップ、はい、山口元さんのこれはちょっとあんまりこう深くはこう言えないんですけど、この後半ですね、このクレバーなこのインパスカットがなければ、はい、もう絶対に日本はワールドカップに行ってなかったぐらいな、もうこれは見てください皆さん、気になる、いや本当気になる気ですそのぐらいな、これはもうパスカット、このパスカットからあのジョー・ショージの2点目が生まれるので、はいはい、いやこれは本当にもう見てください。もうそう、あんまりこう深くはこう言えないんですけど、はい、やっぱ当時の見てて、まあ、多分スピード感とかは多分もしかしたらちょっと違うって感じるところはあると思うんですよ、はい、なんですけどやっぱ技術とか、まあ、JFATV さんで過去の配信いろいろやってたじゃないですか、うん、代表戦で、はい、小野伸二はやっぱりうまいなとか、何年経っても色褪せないっていうのもありますし、はい、ヒデさんベラボーにうまいですからね。うまいっす、うまいっていうか強いっていうか、はい、本当に強くてうまくて戦える選手、はい、本当に改めてまた全部見たら、はいはいはい、そういう選手です。すごい完璧、やっぱりすごいです。やっぱりすごい、はい、もう年下もさん付けします。そう一緒にピッチ立っててプレーしてる時にそのさっきのパスカットとかもうわって思うんですか。その時って、はい、もう逆転されてるんですよ、はい、2対1で、でもう結構前々に、うんうん、もうみんなこうリスクかけて前に行って、はい、でもう僕もその左サイドバックの相馬直樹も結構前目に行ってて、うん、でもうカウンターかけられてはい、でそっからのもう元さんのパスカット、あれがなかったらもうちょっと点取られたぐらいな感じのカウンターを受けるところだったんですよ、はい、それがもう本当クレバーなもうパスカット、もうあれがなければ、はい、もうだからこのワールドカップ必要もなかったし、はい、岡野正幸のあの得点もなかったので、うん、はい、確かに、いやこう本当これがあってこそのこのジョホールバルの歓喜です。見どころですね、はい、ここは本当に見逃さないでください。元さんはね、ループシュートとか結構ね、いや韓国の大変、ポイントポイントで結構元さん大事ですからね、韓国戦ですよね、そうです、はい、あれはね、はい、悔しい逆転負けしましたけどね、はい、でまあこの2つは、まあ、その試合前後内容の話とか、はい、これはその前情報の話で、はい、まあ、結構知ってるとか、はい、まあ、元さんのプレー分かってる方もいらっしゃると思うんですけど、はい、これですよ、この3番目、これは帰国してからのコンビニでの JK の会話って、これ、はい、奈良橋さんにこれ書いてもらいましたからね、これうちで書いたんじゃないですから、奈良橋さんが JK って書きましたからこれはですね配信でも全く触れてないです。おここだけの、はい、もう帰国してからの、まあ、JK の会話なんですけど、まあ、帰ってきました、はい、
まあ、決まりました、うん、で決まってあのうちの嫁の実家ちょっと休みだったんで、はい、まあ、うちの嫁の実家が都内にあって、うん、で、まあ、ちょっとこう行ってたんですね、はい、でちょっと、まあ、某コンビニに鳴らし行きました、はい、まあ、ちょっとこう買い物に近くの買い物に行きました、うん、で自動ドア開けました。でちょっとこうふーって行った時に、JK 女子高生がこう2人でこう立ち読みしてたんです、はい、で立ち読みしてるところをこう鳴らし後ろを通り過ぎました。で通り過ぎた瞬間に今でも記憶にあるのが、うん、この間の代表戦見た超感動しなかったっていう、そのコメントを言ってくれた、もう目がもうギンギンに、女子高生にも感動を与えたゲームだったんだとそういうふうにもう記憶にもう鮮明に覚えてて、そっからもう一周して何も買わずに帰りました。そこは買ってあげてください。いやだからもう興奮しちゃって、もう興奮しちゃって、で僕だその時に後ろ通り過ぎたんですけど、はい、何にもこう巣立ったんですよに、うん、ちょっとフルで出てたっていうのはおじさんすごく嬉しかったです。しかもその会話をしてるピンポイントで通るっていうのも、いやピンポイントスーッて、ね、偶然ですよねっていう感じで、運命、いや本当そこは運命だ、ベートーベンかなっていう。それはすごく思いましたね。面白い、うん、やっぱりその時やっぱ男の人の方が多いですもんね、ファンの方とか。そうですね、だから本当にそこの女子高生の2人の会話で、うん、そういう会話をもうするとは全然思わなかったんで、だから本当に2度見っていうか3度見ぐらいその女子高生見ちゃったんで、はい、本当に感動しましたね。へえ、ちょっと一瞬クルクルしたみたいなんで更新かけていただければと思いますね、止まった方は、はい、だからこれね、もしこのそのね当時の女子高生2人組もしくは見てたらなんかコメントで欲しいな。もうお母さんですよ。あ、そうか、もうだってもう23年経ってるんですもん。そうか、お母さんですね、はい、でも今会いたいんですよ、30代40代あの人は今っていう感じで、むずっ、その時の JK 探すの、うん、そうなんですよ、めっちゃ難しいです、まあ、そう多分ね探せないと思うんですけど、うーん、そのぐらいねやっぱりこう記憶強烈なゲームに僕は出たんだなっていうの、すごい経験、はい、あの奈良さん、ジョホルバルどうでした、変わりましたかみたいな話ちょっとさっき伺いましたけど、はい、そういうところで変わりました、なんかこう周囲の感じとか。いや、なんか僕的には何も何も変わらなかったですね。だからやっぱこう帰ってきて、はい、もう帰ってきて、まあ、今だったらこういろいろこうひな壇でこう記者会見とかあるじゃないですか、はいはいはい、で記者会見とかあってやっぱ視力組とか、うん、岡田さんとか、はい、やっぱね、こう発するじゃないですか、はい、で、まあ、僕でも全然やっぱりそういうコメントとかないですし、あとはあの全然なかったカメラが、まあ、向いてこない、あ、全くだそういうコメントも全然こう来ないですし、奈良選手とかないですし、であとはこう終わって、はい、こう後ろの控室とかでこう各選手ごとのこうなんかこうあったんですよ、はいはい、インタビューいろいろこうメディアとかで、こうやって座ってるんですよ、はい、こう座ってるんですけど全く来ないんですよ奈良市には奈良さんにフル出場したのに、はい、全く来ないんですよ。で朝方帰ったんですよ、はい、朝方帰ってきて、でだからもうその、協会の広報の方にもう結構もうアイコンタクトでまだまだ早く帰りたい早く帰りたい早く帰りたいっていうのをちょっともう表に出してもういいよっていう感じで、はい、本当に激闘だったから選手みんな疲れてたんですよね。あ、そうですね、いや本当にだからこの次もだから先ほど言ってくれましたけど、はい、オーストラリアはこれ負けたの待ってたんで、はい、で正直に言うとここで終わってよかったなっていうのが僕的には個人的な見解というか本心でしたね。さらにもう一戦、はい、モチベーションとかもやっぱり、はい、だから本当にいろんなことがあったんで、はい、あとやっぱ息子に子供に会いたかったっていうのも、生まれたばっかりですね、生まれたばっかりですし、あとはその女子高生2人にも会いたかったし、はい、ちょっとやめてください、あのお子さんと JK を あ, そうか、あまりなんかちょっと、はいはい、どうなんだろうって思われますけど、そうですね、はい、そのぐらいそのぐらいもう本当真っ白になったかな。あ、プレッシャー半端なかったですかっていう来てますね、でも僕的にはなんかそんなにこうプレッシャー感じなかったんです、まあ、いろいろこうプレッシャーはあったと思うんですけど、はい、そのやっぱ国民熱狂というか、うん、第三国じゃないですか。そうですね、中立地、はい、中立なんで、いやこう見てくれたら分かるんですけど、もうすごいんですよ日本人が、現地組がもう現地の方とかが国立かなっていうぐらい、いや本当に、そんなにですか、すごい雰囲気を作ってくれたんですよ。
もう日本人のサポーターが、もうこれはもうやるしかないだろうと、おじさん、おじさん思いましたね。はい、当時26歳ですか。当時若いヤングな話が思いましたね。だって本当にこうイランのサポーターは本当もうちょっとぐらいですよ。そのぐらいもう日本人がホームだったんですね。はい、もう埋め尽くしてくれました。すごい、それは覚えてますね。はい、あとね、バスで誰も喜んでなかったって本当ですかって、そうなんですか。あ、もうね、いや、それ覚えてます。もうみんななんか疲れ切っちゃって、はい、もう淡々としてましたね。逆に、はい、淡々としてて、で僕覚えてるのはホテル帰って、うん、当時なんかそんなに盛り上がってなかったから、なんかリラックスルームってなかったんですよ、はい、当時、まあ、今みたいに色々こうスマホとかなかったんですね、はい、スマホとか色々当時ビデオで VHS とか、あ、多分知ってます、 VHS とか知ってます、知らないでしょ、ちょっとだけ、ちょっとでしょ、かろうじて、そうそうそう、ガチャって、そういう時代だったんですよ。で当時ね、なんだろう、めちゃイケ、あ、はい、めちゃイケの岡村さんがこうダンスをするこう特集があったんですよ、はい、ああ、ずっとやってました、はいはい、それがなんか盛り上がっててそう、はい、なんかビデオがあって誰か持ってきてくれたんですよ。97だから多分ブレイクダンスとかしてる。あ、そうそうそう、きっとね、はい、そのなんかめちゃイケので、それを僕見た記憶があるんですよ。帰って試合終わってから、終わってるの決まってなんかあんまり、うん、ホテルでそのリラックスルームで見た覚えあります。みんなで見るんですか。いや、でもみんなでっていう感じなかったんですよ。ほんとリラックスして、はい、はい、そう、それで終わって、で結構ジョホールバルって、はい、シンガポールに近いんですよ。あ、まあそうですね、マレーシアの、そうですね、南の方の、はい、でなんか橋渡ったらすぐなんかシンガポール、へー、でシンガポールが変わりましたもん。うん、シンガポールでちょっと休んで、はい、でちょっと覚えてるのは相馬直樹くんとちょっと買い物をブラッとして、したんです、はい、シンガポールを2人で、はい、観光、はい、このこう両サイドバックで絵にもならない男2人組がね、シンガポールでね、シンガポールでそこでちょっとこういろいろこう散歩とかして、はい、で向こうの夜中の便ぐらいに帰って早朝に着きましたね。あ、ヘトヘトですね。でどえらいことになってる日本がっていう感じでしたね。大盛り上げ、まさか、はい、あんなに、まさかでしたね。本当にすごい、そのぐらい日本こんな盛り上がってんだと思いましたね。ちょっとね、あの質問もいただいてますけれども、ちょっと次のコーナーに移らさせていただきます。すみません、どうぞ、ね、はい、いえいえ、で、まあ、当時のメンバーですよ。あの断片的に今相馬さんとか山口元さんとか、まあ、カズさんとか出ましたけれども、はい、まあ、ちょっとどんな選手が出てたのか、あの改めて紹介させていただこうかなと思いまして、はい、画像がある、画像があるんですか、はい、あら、はい、うわ、かっこいい、まず、いい、まあ、ちょっとあのフォーメーションは一応当時の布陣、あ、まあこれだったよねっていうところで、まあ、日本の方442なんですけれども、はい、あのまずちょっと先発で出てた方来ました、はい、川口義勝さん、はい、イケメン、はい、背番号当時20つけてまして、まだ横浜 F がなかったのかな、そう、横浜マリノス所属で、はい、出場試合数はあの当時ではなくて最終、記録ですもんね、はい、で現在はあの JFA のナショナルトレゼンのゴールキーパーコーチになります、はい、られてますね、そうですね、はい、今もイケメンですからね、ずっとかっこいい、ずっとかっこいい、この人はハイタッチしたことあります。あ、本当に、はい、でプレイした人の横で言うのもあれですけどそうか、やっぱジュビロがあれだな、そうですね、そうそうそう、ね、ジュビロですジュビロ氏ですからね、はい、はい、川口さんはそうですね、まあ、マリノス入って、はい、でそのまま、まあ、五輪経験して、はい、もうそのままグッと一気に、はい、ね、駆け上がって定着しました、ね、もうだからもう身体能力がすごかったですね、あんまりこう身長はなかったですけど、そう、確かにそういうイメージです、ね、うん、すごいこう身体能力が本当、だから本当もうスーパーグレートゴールキーパーですし、どっかで、はい、どっかで聞いたことあるよ、あとは本当にあの森崎君みたいにスーパー頑張るゴールキーパ ー、 あー、そっちも SGG、どっちも被りますね本当にもう熱い方、熱い、あとはもう本当にもうザ・プロフェッショナル、こういろんな食事とかそういうところもストイックな、あ、そうですね、天ぷら食べないみたいな、いやもう、いや天ぷら食べるけど食べるけど衣を取るとかね、え、だからそれ天ぷらじゃねえな、うん、素揚げですよね、そう、あとはだからこう何、鶏肉油を取るとか、もうそこ本当、もう本当にもうまさしくプロの鏡です、すごいな、この人はもう僕も先輩ですけど勉強しました、うーん、勉強なんです、
そのぐらいの選手です。かっこいい。で、川口さん、ジュビロ在籍長いんですよね。はい、長いです。はい、マリノス同じぐらいの、どんぐらい時期、2005年から2013年。ヨーロッパ帰ってきた。ノアシアランから帰ってきた。で、出場試合数でいうとマリノスより多いです。うん。はい、ずっと、ずっとです。そうか。懐かしい。かっこいいな。川口さんのなんか印象とかあります？まあ、多分もう見てる時期だと思うんですけど。あ、全然見てます。はい、でも、川口選手さんはずっと知ってた有名なキーパーってイメージだったから、うんうん、まさかジュビロに来るとはって言って、すごい嬉しかった記憶がありますね。地元なんですよね、静岡出身なんですよね。もともとそうですよね。なんかマリノスのイメージの方が強い方も多いかもしれないですけど、うん、私的にはジュビロの選手って、まあ、僕自慢じゃないですけど、はい、まあ、マリノス所属してた時、2000年のチャンピオンシップの時に、はいはい、鹿島とマリノスやったんですよ、はい、その時に川口選手のゴールにチャンピオンシップ、ぶち込んだことです。おぶち込みました。かっこいい。ありがとうございます。ぶち込みました。ここぞとばかり、はい、ここぞとばかりそれは嬉しいです。その月の、そのゴールが、アジア最優秀ゴール。覚えてる方いますよ。はい、ありがとうございます。最優秀ゴールになりましたけど何にももらってないです。なんでですか。また、はい、名誉だけでしたまあ大体名誉ですから、ね、名誉だけ、ね、あれ名誉だけでした、はいはい、嬉しかったです、はい、すごい。まあね、散髪するとき川口みたいにって言った方もいますけれども、はい、じゃ続いて、はい、はい、出ました。はい、出ました。この、はい、この選手は誰ですかね。飛ばしましょう。ここはいいんじゃないですか、あんま触れなくてね。いやいや、ご紹介させて。飛ばしましょう。はい、背番号2、奈良橋明。この時は、はい、当時鹿島アントラーズ、はい、アントラーズ所属で、A マッチ38試合、はい、はい、現在はサッカー解説者。若い、若い、26。若いな、髪長いな、ちょっとな。でこの試合は右サイドバックで先発、フル出場。フルでしたからね。フルマッチ出てるんで、田中さん、見てくださいね。はい、見ます。はい、めちゃくちゃ暑かったんですよね、チョコールバル。暑かったです。あ、そうなんですか。東南アジアって結構なんか、ジメジメしてるというか。あ、湿度が。はい。その中でも、やっぱ暑い、蒸し暑かったんで、その中を、いやだからおっさん頑張ってるなって思いました、ね、おっさんじゃないですかね。当時26だって言うんですけど、いや頑張ってたなって、はい、やっぱやってて違いますよね、体感暑いと、うん、まあでもちょっと前にね、あ、結構入ったんで、はい、はい、そこら辺のこう、はい、アジャストはしてましたけど、まあにしてもやっぱりもうサポーターがもうすごかったですよ。嬉しいですね。なるほどさん、この代表チームだと役割とかってどんなもん、この試合とか。役割はですね、僕すごく悔しいんですけど、このチームって当時左サイドが攻撃は結構ストロングだったんですよ、うん、あ、左の相馬、うん、七海博士、はい、この2人がこう左が結構、うん、まあ、作る感じ で、うん、そうです。右は若干地味な感じではい、地味な感じで、もう堅実にしっかり、はい、守備のバランスを地味じゃないですね、堅実にしっかり、守備のバランスを取るとか、うん、そういう感じで、まあ、うん、まあ、影的な感じでしたねこう地道にアップダウンしてた感じですね。大事です、はいはい、あの右サイドバック地味なイメージが、ちょっと職人系のイメージがあります。ああ、職人気質な感じ。まあそこの職人をこうぶち破ってくれたのは、うん、まあ、内田篤人、まあそうですね、かなっていう、はい、いけいけ、内田篤人、年下ですけど内田篤人さんかなっていうまあ現代表でもそうですかね、酒井宏樹、長友佑都ってなったら、まあ目立つ方がどちらかというと長友、確かに、まあ、あの酒井選手も目立つんですけど、そうですね、はい、まあ、当時だから結構アジアでも左サイドが結構なんだろう、相手から研究されてたんですよ、うん、でそこがやっぱ消されちゃったっていうところが、はい、ちょっとやっぱ苦戦したところがあって、でそこの左サイド復活して、はい、徐々にやっぱ結果も右肩上がりになったんで、右は安定でしたね可もなく不可もなくっていう感じでしたね、はい、じゃあ続いて、はい、あ、はい、ですですです、逆サイド、はい、逆サイド、相馬選手、相馬、はい、はい、鹿島アントラーズの、はい、まあ、両ワイド鹿島だったっていうことですね、はい、はい、マッチはトータル58試合出場ということで、はい、現在は鹿島のコーチ、はい、まあ、ゼルビアの、ね、監督やられたりとかもしてましたけどね、はい、もうまさにリノム派です。うーん、はい、いろいろも語らせると止まらないぐらいな、はい、はい、もう本当にこう、まあ、理屈で、理屈で、はい、もう語ることが大好きな感じですね相馬さんは。
あのゼルビアの監督の感じでももう如実に現れてますね、はい、だから本当僕も当時からもいい監督になるなと思いました。うーん、もういろいろ言葉で、はい、言葉でこういろいろと説明してくるんで、なんか分かりやすい同期なんですけど、はい、まあ、頭いいなとか、へー、そういう感じですね。あのさっき買い物行かれたみたいなのもありましたけど、うん、プライベートも結構、はい、プライベートもご飯食べに行ったとか、はいはい、そうですね、まあ、家族でこうお付き合いをさせていただいたので今もいろいろよくしてもらってます。へー、はい、サイドバック同士っていうのもあるんですかね、やっぱり。そうですね、見え方違いますけど、はい、そうですね、まあ、こうなんだろう、こう全然こう役割というか、はい、もう性格は全然違いますけど、うん、まあ、もう右はどっちかっていうとこう本能で、本能で、はい、本能に思うままにこういく感じで、もう左の相馬さんは結構こうやっぱり理論派で考えてこうプレーする感じなんで、そういうこう左右な、はい、そういうバランスっていう感じでしたね、はい、で、まあ、当時の情勢を表すというか、ディフェンダー3人目先発、はいはいはい、秋田さんです。秋田もはい、はい、1番17、はい、こちらも鹿島多いですね、でバックライン4分の3箇所なんですね。そうですね、もう秋田さんももういいですよね、説明まあまあまあ、あの秋田さんもなんかちょっとそういうキャラになりつつありますけど今あのグルジャ の監督ですから、はい、秋田さんもう本当闘魂なんで、だジュビロのサポーターやっぱゴンさんとのバチバチ感というか、うん、うん、そういうイメージ、はあ、だこの試合でも、はい、相手のダエイっていうのダエイ、さっきも出てきたいるんですよ、まあ、そことのバチバチ感がたくさんあるので、わー、そこはもう見逃さないでください。見たい、はい、おかしいですね、相馬さんの時に出てこなかったのに秋田さんの時だと若いっていうのが結構出てくるっていうあれおかしいな、奈良さんの時のコメントもありましたけれども確かに若いですね、でもね若いですね、確かに、はい、そうですね、まあでもビビりますよね、うん、この感じはね、いやだから本当にもう、はい、圧が声で威圧するんだ、うん、うんうんうんそれはもうちょっと聞こえないと思うんですけど、ピッチ上でサザエさん狙いですよ、動物みたいになってますから鳴き声みたいになっちゃいますからね、そういう、そういう方です、ファイターです、ファイター、ファイターってイメージ、はい、まさしくファイターです、はい、はいはい、で、最終ラインもう一人が、はい、井原さんですね、かっこいい、 A マッチ122試合出場ですから、はいはい、で、所属は戸島あります、はい、現在は柏のコーチ、まさにキャプテンですね、あもう鏡です、だからこのピッチ外では本当優しいお兄さんなんですよ、はい、すごくよくしてもらいましたしピッチ内では本当にこう闘将というか、あもう本当に一番キャプテンマークが似合う、へー、はい、方でしたね、井原さんはアジアの壁ですよ、はい、僕やっぱりあのミドルシュートは忘れられないんですよ、韓国戦ですよね、かでしたっけ、韓国戦でしたっけ、はい、あのアジア大会、はい、アジア大会、はい、めったに決めない井原さんが次の決めたって言ってだから右足のこう長いパス、そうですね、井原さんの代名詞っていうのはそのロングフィードっていうところですよね、はい、コメントにもありますけど井原さんもジュビロにいた、うん、はい、いました、2000年ですかね、はい、そうですね、2000年、だからこうやっぱこう秋田さんが、はい、センターバックに今秋田さんがガツガツ、うんうんうん、井原さんがどっちかっていうとカバーリングとか、おそういう、こう感じですね、面白い、はい、そういう感じのこうこうバランス取ってましたね、この2人は、ファンダイク的になってきてますけど、そうですね、うん、まあそうかな、まあ、ちょっと多分井原さんちょっと機動力はちょっとあれだったかなと思うんですけど、まあ、そのフィード能力とまあ、対人のところですか、はい、1対1は強かったですね、はい、ですよね、はいはい、ウェンブリーね、はい、ウェンブリーでも決めたね、ウェンブリー、そうですね、そう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 、はい、まあ、キャプテンっていう代表のキャプテンでまさしくそうですね、はい、ですね、はい、で、続いて中盤、まずは、はい、そこにいた山口元さん、はい、先ほどもねご紹介いただきましたけども、はい、当時、横浜フリューゲルス所属でした、最終的には58試合待ち出ていて、4得点決められていらっしゃいます、現在は名古屋のアカデミーのダイレクト、はい、もう縁の下の力持ちですね、ザもうザですね、ザ、はい、でもクレバーです、へー、本当だからサッカー IQ 高いんですよ、へー、本当に賢いですし、あとはサッカーも上手いっす、うん、で、あと僕覚えてるのは、はい、3人組でこうハーフウェイラインからこうコンビネーションでいろいろゴールにこう向かう練習があるんですけど、うんうん、元さんと七海博士、はい、
中田秀吉、はい、この3人のこのコンビネーション抜群なんですよ。うわーすごい、無駄がないんですよ。確かにポン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 バーンって感じで、シンプルに、もう無駄がなく、もう流れるようにこうパスも流れて、そういうこう感じで行くんですけど、はい、まあちょまあグダグダだったのが奈良橋、ね、またいや本当に奈良橋相馬中西大丈夫ですか今相馬さんと中西とは巻き添えにしてません、大丈夫大丈夫道連れ、いや本当にグダグダなんです、グダグダじゃないです、グダグダになって最後はなんだろう職人なんですかね、うん、サイドがクロスになっちゃうんですよ結局そこから2人が合わせる、わもうこの3人はグダグダでしたね、はい、で本当今コメントありますけど、この3人のトレーナーズはもう素敵でした。元さんね、あの話口ぶりとかもねすごいスマートですよね、淡々と。だから元さんがいるからもう当時やっぱ10番うんうん、8番が僕は生きたと思うんですよ、はい、この2人が、はい、だから僕は縁の下の力持ちですね、まあ、代表のアンカーっていうかね、はい、アンチっていうかで、うん、こう候補に出る何人かで絶対出てくる、ね、なんかさっきコメント欄ありましたけど今だってやっぱやっとさんみたいな感じ、ああなるほど、はい、そんな感じで支えてくれる、だフリューゲスやってますもんね、やってますね、はい、やってます、やってます、おすごい、だそのぐらいな選手です、はいはいはい、そして続いて出ました、ドン来ました、中田秀俊、セロンパチドンですよ、ドン、はいはい、国際マッチ77試合出場して11得点、はい、現在はいろいろなことをされてます、いろいろ、はい、もうあれですよね、あのラジオパーソナリティもされてますし、あそうか、お酒を伝えることもしてます、はい、日本文化伝えることもしてますし、はい、FIFA の評議会みたいなところにも行かれてます、すごいですよね、はい、本当ポリバレントなことやってます、はい、いや本当に先ほども言いましたけど、はい、うまくて、強くて、はい、あとは走れる、うんうん、戦える選手ですね、この選手は本当に奈良さんと関係性どんどん変わったんでしたっけ、あベルマレ、そうだ、田中さんにも言っていいですか、はい、あ僕ベルマレで一緒にやってるんですよ、はいはい、でちょっと話短くしますね、はい、これ多分23時間ぐらいかかっちゃう95年に入ってきたんですよ、はい、で最初は、まあ、高卒で入ってきて、うん、奈良さん、うん、僕奈良橋、うん、奈良さん奈良さん、うんでちょっとこうスタメンこう出れるようになって、はい、奈良くん奈良くんってちょっと昇進したんですねくんになったんで、もう本当にこうベルマーレで中心として、うんプレーした頃にはもう奈良えそっから呼び捨てに、はいはい、そういうこう関係性が、はい、関係性が抜群でした、はい、ちょっと年下ですけど、そういうガッツがある、でもなんかみんなにこう突っ込まれる感じもあったんで、可愛い後輩でした、へえ、愛されキャラで、そういう当時の立ち位置、はい、はい、それが嫌じゃない感じもあったし、はい、そうですね、なるほどね、はい、そういう可愛い後輩でした、はいはい、でそのまあ相棒というか、はい、中盤もう一人が、はい、来ました、田中さん来ました紹介してくださいよ、来ました、七海ひろしさんです、レフティレフティ七海ひろし、はい、マッチは67試合で9得点ということで、はい、現在解説者、はいはい、だから本当に今左サイドはストロングでしたし、うん、あとはもうなんだろう、もうずっと相手のこう弱いところを腰淡々と狙ってるというか、もうフリーキックに関してもこうクイックリスタートとかそういうことを狙ってるんで、うんうん、賢いっす、いやー本当に頭で左サイド頭いいっすだから、ああ相馬ならず、はい、で右の本当だから奈良橋が来た本能に赴くままに動いてるので、はい、分かりやすいですね、そういう感じです、へえ、はい、奈良橋さん、何大好きですいやプレーとかその一言で十分ですよね、はい、だって監督もやりましたし、はい、監督もやりましたし、でもやっぱり私は奈良橋さんを表す時に引退会見のなんで引退を決めたんですかって聞かれた時に、自分が想像してるところにボールが落ちなくて一個ずれるいつもっていうことを言ってて、そんなボール一個ずれることをすっごい気にする人なんだなっていうのがなんか表されてるなって思いました。こうアスリートの方の引退のところで結構決断するあれですよね、自分の思い通りにいかなくなっちょっとでもずれたらもうやめときみたいな、うん、繊細ですよね、確かに繊細、はいはい、日本中が恋したいやりしてますね、う
で、続いて、はい、まあ、一応トップ下配置になってますけれども、キーちゃんです。来ました。はい、北澤剛さんですね。ヴェルディ川崎です。当時、うん、マッチは58試合出場3得点。現在は、まあ、解説されてますけど主に JFA の理事なんで、はい、まあ、あの A 代表というよりも、あの障害者スポーツとか、はい、フットサルとか、うん、ビーチサッカーとか、うん、そういうところの日本サッカー協会の、まあ、理事としてご活躍中ですね。はい、いやもうコメントにもありますけど、うん、もうなんだろう、もうボールのあるところに、はい、もう北澤さんありっていうぐらいに運動量が豊富で、よく走る、本当ダイナモです。お、はい、もういろんなところに顔出してますし、スタミナが、はい、そういうところで本当ダイナモ的な存在ですし、もうこの時も今も、うん、もうかっこいい方で、もう人間性も素晴らしいんで、へ、そうで、この、ね、試合では岡野選手と変わった状態してますということで、はい、まあ、代表っていうところだとワールドカップ本大会の方には、行けなかった、うん、落選と、ね、ね、直前で落選してしまった一人にもなったということですね。はい、ウィーレの解説でおなじみ、そうかもしれないね、はい、ゲームの方はね、はい、今もかっこいいもんな、はい、で、2トップ前線いきましょう。まあもうここはもう絶対ですけど、この写真ですよ、この写真やばい、いかに気合が入ってたかって話ですよ。背番号32でしたね。32か、はい、ゴンさん、中山雅史さんですね。君が代ですよ、俺歌ってますよね完全にこれ君が代ですよね。いやもうこれだけ国歌を熱入れて歌う人はもうゴンさんかあのブッフォンだろうっていうやつですね、はい、もうそのぐらい、もそうですね、まあ、秋田さんも結構大きい声で君が代歌いますけど、はい、そういうもう熱いというか、だから今だったらこう、なんだろう、元祖泥臭いプレイヤーというか、あ、わかります、はい、だから今だと岡崎選手、あ、そうですね、とこう被るのかなという、確かに、はい、いや本当もう魂ですね、コメントありますけど、魂、そのぐらいこう本当にこう、なんだろう、サッカーに対する愛、熱を全面に表に出して、はい、この人人生狂わされたってことありますよいい意味で、いい意味で、もう現役ですから、うん、はい、いやもういいな、現役ですからね、それがすごいんですよね、すごいですよ。で、まあ、ゴンさん53試合21得点なんですけど、うん、まあそのね、いろいろな J リーグの記録も今でも破られてない記録たくさん持ってますし、アスルクラロ、もう様々ですよね、すごいです、岩田としては、はい、いろいろ記録塗り替えましたもんね、うん、はい、もうギネス持ってるぐらいですからね、半端、はい、はい、ない、そのぐらいの選手です。で、はい、でゴンさん現役なんですけど沼津で、はい、もう一人ですよ、先発、はい、きますよ、はい、きますよ、半端ない、説明いりません、はい、来ました、はい、出たキング、はい、来ました、キングか、お、拍手しちゃって、半端ない、もう拍手しかないですよ、2人とも現役なんだ、拍手しかないです、はい、当時ヴェルディ川崎ですけれども、はい、はい、まあ89試合で55得点、はい、1試合に、まあ、なんですか、2試合に1点は必ず入れてた、はい、はい、いや、で現在は横浜 FC 所属ですから、うん、カズさんじゃなくてカズ選手ですか、カズ選手所属ですよ、ツートップ現役ですよ、だから半端ないです、ね、すごいですよね、改めて見る、いや本当にキングです、うん、本当だからもうバスローブが一番似合う選手有名な、奈良さん、カズさんと結構喋ったりとかあったんですか。あんま喋れなかったいや、あのカズシートの、バスのカズシートのところの近くに、いや僕、あ僕バス結構前目だったどっちかじゃあ結構、はい、結構距離感あったんで、距離感あったんで、ディスタンスがね、はい、そうですね、もう本当にもうリスペクトしかないですね、で今もたまにこうなんか横浜市の取材とかでこう行ったりすると、はい、岡田さんが、うん、おー、悲しい、かっこいいんすよ本当かっこいいんすよ、その一言からもう本当に嫌味がないというか、もう本当惚れます、さすがキング、もうなんかゴンさんと違うかっこよさというか、確かに種類というかがちょっと違いますね、そう、そういうツートップですね、やば、泥臭さとこう、まあ、スター性、なんスター性、うん、で別にカズさんスタイリッシュでもないんですよね、シュッとしてる感じでもないんですよ、プレー考えると、はいはい、プレーとか、うん、メンタルとか考えるとね、はい、確かに、まあでもなんだろう、こういるだけで花があるというか、そんな感じですね、カズさん、かっこいいな、はい、で、まあ、カズさんもさっきの北澤さんと一緒に本大会は出られなかったということで、はい、まあ、未だにね議論読んだりとかしますし、岡田さんも何回も聞かれたりとかもね、いまだにしてますけどもね、まあ、それぐらいの選手でしたからね、はい、いうことで、そう、交代俺っていうのもね、あの中山さんと共にこの試合では63分に、交代している時に、で交代表示出された時に俺ってやってるシーンが見れますから、情報に見れます、はい、はい、そこも、はい、はい、で交代選手も一応ちょっと触れます、はい、
でその交代して出てきた一人来ましたロペス・ワグナー、はい、ベルマーレイラスカ所属、まあいいお兄さんでしたねお兄さんって感じなんですよ、はい、だから本当にこう日本人より日本人らしいこう気質というか、はいはい、しっかりしてるというかそういう方でしたね。へ、はい、ロペさんはロペさん、はい、まあねその帰化選手っていうことで、まあ、今までも歴代でね、ネルソン吉村さんとか古くは、はい、まあ、ラモスさんももちろんそうですし、うん、ジョージさんもそうですよね。ヨナシアのジョージさんもそうですけど、はい、まあその中でこう最近の中ではまあ、アレックス、サントス・アレクサンドルとかもいますけども、まあ、ワールドカップに行った代表選手で、うん、生まれは違えど日の丸背負ってそうか、はい、そうですよねっていう選手ですね、はい、そうです、ワールドカップ日本人初アシストですね。もう、そうか、これ自慢なんないからいいや。え、なんですか。僕ほら、ワールドカップ日本人初ポストなんで。あ、そうそう、初ポスト、そう、それもそうですね、すごい、はい、僕初ポスト、なかなか、はい、初ポストを覚えてる方はあんまりいないと思うんですよ確かに、はい、コメント待ってますけどね。初ポスト。あのもう奈良さんが常に言っていかないと、そうなんです、僕が発信しないともう多分絶対忘れられちゃうんで。私も言おうとかで、はい。ワールドカップ日本人初ポストは奈良さん。はい。すり込みのような。思いました。初ゴールはゴンさんなんで。ああ、はい、そうです。そうです、はい。はい、僕やっぱりねロペスさんとかラモスさんとかがこう日の丸をこうやって掲げてわーって喜んでいるのを見ると、うん、やっぱりグッとくるんですよ。そうですね。確かに嬉しい。はい、こうなんか大和魂というか、はい、っていうのと、まあ、覚悟して代表選んでくれるっていうのをより感じるんで、うん、そうですね、そうですね、帰化してすぐですからね、あ、代表に、そうなんですね、はい、満を持して選ばれてすぐ UAE 戦に決めましたもんね、そうです、得点が、はい、救世主っていう感じですかね、はい、救世主、そうなんです、で、2トップ、このロペスさんともう一人同時でピッチに立ってるのがジョーさん、ジョーさん、はい、ジョー翔士さん、ジョー翔士選手で、背番号18、当時は横浜マリノス、うん、まあ、ジェフから移籍してましたからね、はい、今地は、35試合、出場して、7得点、現在は北海道十勝スカイアース統括 GM ということで、まあ、あとは解説で、ね、されるタイムもしてますね、はい、まあ、万能型っていう感じですかね、うーん、いろんなことができるし、はい、得点感覚もあったんで、そういう中でもやっぱりこう、まあ、本大会はね、岡田監督も中心に行くっていうぐらいな、まあ、期待はしてた、はい、まあ、当時若手でしたからね、そうですね、そうか、そのぐらい期待されていたのかなと思いますね、まあね、ジョーさんはこの試合で貴重な2点目入れますから、ドルタルゴールを決めてますね、いや、すごい、その前に元さんのそれ見てください、はい、インターセプトがあるんで見どころ、はい、見どころ満載です、本当にこの試合は元中田ジョー、覚えておこう、はい、前中ね、そうです、トレードマーク前中でした、ね、ありましたね、ジェフの時ですよね、そうです、はい、なんで、まあ、カズさんとゴンさんの2トップを63分に岡田さんは決断して、はい、ジョー・ロペスの2トップに切り替えてると、はい、こういうことになってますね、はい、まあ、この暑い中で1点追いかけるっていうところで、まあ、早めに動いたっていうところでもあります、ね、そうか、はい、そうですね、はい、で、はい、それで、まあ、交代枠3枠目がこの人ということで岡田さんです笑ってますけど当時は浦和レッズ所属、はい、A マッチはトータルで25試合で2得点、そのうちの1点がこれと、はい、で現在はガイナーレ・トットリの GM されていらっしゃいますということで、野人、やっとですね、やっと決めてくれた当時奈良橋さんはどう思ってました？岡野さん、まあ、後半の、後半じゃない、延長のタイミングで投入されたじゃないですか、延長タイミング、僕ね、これいろんなこと言ってるんですけど、はい、延長後半で決めるじゃないですか、はい、で、僕、延長前半日本のベンチサイドだったんですね、あ、はい、で結構岡ちゃんはチャンスあるんですよ、はい、延長前半でも、でそこで決めてくれればね、うん、僕ベンチサイドにいたんでこう岡ちゃんがベンチに寄ってくれて話にこうねこう抱き寄ってくれると思ったんですけどカメラとかもあるし、そうカメラとかも確かに映るで後半になっちゃったら逆なんですよ、あ、遠いです、で逆で岡ちゃん決めました、うん、でそれを持ってったのは全部相馬直樹なんですよそのわけみんなベンチサイドに全部だから写真1枚もないです、いや本当に奈良市1枚も写ってないですから、切ない、でも疲れ切っちゃってて、はい、で逆サイドのなんかバックスタンドの日本人の方となんかこう歓喜したっていうのを覚えてます、はい、喜びを勝ち合う、はい、あのね、サポーターたくさんいましたからね、はい、あ、やっぱ延長前半からチャンスはたくさんありましたね、ジャンクスポーツで話してたら面白い、まあ当時のね話、はい、岡野さんもね今も結構されてらっしゃいますからね、はい、はい、もうだから本当、まあ、岡ちゃんも言いますけど、はい、いやこれ本当にあの岡ちゃんね決めなくて
もし本当にこう負けちゃってたら、うん、どうなっちゃってたんだろうっていうぐらいな、はい、そのぐらいでしたね。へー、そのはあのゴールバー越しちゃったりとか、うんうん、パス出しちゃったりとかあったじゃないですか、うんうん、あ、奈良橋さん的には特にそこは何も思わなかった。いや、そこはね、うん、あんまりなんかもう決めてっていうただ一言ポツリンっていう感じでしたからね。あのディフェンダーあるあるですよね。こっちはミスれないけど、まあ、フォワードはミスるじゃないですか。ミスるっていうかミスる気はないですけど、はい、あのまあ、外しちゃうっていうところで、はい、それであーっつってこう友達にもイライラしちゃうみたいなのは僕も昔は感じたりもしましたけど ね、 そうですね。だ最後もやっぱスライディングで決めるんですけど、多分やっぱ吹かすのが嫌だったんで、はいはい、やっぱしっかりスライディングして、うん、置きに行ったのかなと。あ、はい、いろいろあるんですね、はいはい、でそっからも帰ってきたらもう岡野岡野岡野ですからね、うん、はい、奈良橋何もないんでその差はあったかなっていう、はい、まあでも振り幅ですよね。 それがあったからこそのあれにつながって逆に岡野っていうのが生まれて、そうですね。でそこからやっぱアヤックスの練習とか行きましたからね、岡ちゃんね。ああ、なるほど、はい、はい、そうです、そうです、はいはい、ということで、まあ、ちょっと出場選手をね、はい、さらっていきまして、はいはい、このような選手の方々がジョホルバルの換気の時にピッチに立たれている、はい、立ったっていう感じですね、はい、ちょっと、まあ、選手今ちょっと伺って最後ちょっと岡田さんのことだけ岡田さんどうだったでしょうか岡田さんですか岡田さんは岡田さんですね岡田さんは岡田さんですね岡田さんで、だからさっきも言いましたけど、うん、やっぱコーチの時って結構みんなからこういじられキャラ、はい、だったんですよ、はい、岡ちゃんとか岡ちゃん、はい、のび太くんとか、うん、そういうの言われたんですけど、こう監督になって、はい、岡田さんも一線をしっかりとピシッと引いたんですね、はい、ピッチ内ではしっかりこうピリッとしますし、うん、ピッチ外ではもうなんだろう、はい、普通のおじさんっていう感じでしたね意外、いや本当に、おじさんどんどんこう突っ込んでもいけるし、あ、そうなんですか、はい、そういう本当にこうメリハリが、はい、気さくなおじさんっていうメリハリがしっかりこう取ってくれたんで、そういう感じでしたね。ね、岡田さんは。ものすごいプレッシャーにかかってましたからね、はい、岡田に。岡田さんと小野さん、当時コーチいたんですけど、はい、そこらやっぱり二人三脚っていうのはやっぱ大きかったんじゃないかなっていう。いいコンビだったんです、ね。そこの二人はね、その後も一緒にいろいろ中国に行ったのも、以降一緒に行ってますし、今治も一緒にやられたりとかしましたから、ね、はい。そうですね。あとだから、国体会で分析でほら、ヨモダさんっていう方がいるんですけど、はい、ヨモダさんはですね、札幌で一緒にね、はい、やったりしてましたから、チームなんですね、はい、そういう繋がりもありますからね、はい、そうですね、はい、ということで、ババッとババッとですね、奈良橋さんにわーっと、ね、はい、すいません、ご紹介いただきまして、はい、あっという間に10時も結構過ぎて、また過ぎちゃったまた過ぎちゃった奈良橋さんどうでしたか。ちょっといろいろ奈良橋さんにわーっと紹介してもらってたんで、はい、結構ガーッといろいろな情報を受けたと思うんですけど、いや、でも分かりやすかったですし、こうやって選手、当時の選手からこうやって話を聞けて、あ、そういう目線でピッチを見るんだなとか、はい、本当に知らないことがたくさんあったので本当に面白かったです。もう本当に見ていただければこのフルマッチを絶対に面白い、頑張ってるんで、この人頑張ってるんで、このユニフォームをね、奈良氏頑張ってるんで、いいな、長袖で、はい、長袖でも半袖でしたけどね、当時は、はい、ちょっと今長袖しかなかった倉庫に長袖しかなかった結構下の方にあったんです、これも、あ、こうやっていっぱい出して、はい、ダンボールでポンと出してやっと出してきた、はい、ということで、はい、はい、まあ、お時間はあっという間ということで、はい、まあ、こんな話いろいろね、選手紹介していただいたりとかサイドストーリーとかお話いただきましたけども、はい、球装情報とかね、まあ本番は試合ですから、はい、そうです、それが明日あると、はい、イラン戦こういうことになりますので、はい、ちょっとね、まあ、イランの選手紹介もね、まあでもちょっとアジジダエイっていう、まあ、スーパースターはいますのでっていうのと、まあ、後に高原選手と一緒にやるマハダビッキアとかね、うん、ハンブルガーの時にね、はい、とかもいますので、はい、まあ、その辺の選手たちのプレーもぜひね見ていただければと思います ね。そうです ね、はい、ね、監督さんもあれですよね、イランの当時の監督さんも後々に、はい、言っていいのかな、後々に京都サンガの監督になる方なんで、あ、あ、はい、ビエイラさん、はいはい、あ、はい、はい、そうです、そうですね、はい、2014年、まあ、半年間でしたね、はい、ご縁がある、はい、日本にもいらっしゃって、はい、って感じですね、京都、バドゥ、バドゥさん、当時の、ね、京都、いや本当にもう激闘、激闘、
もう激闘ですこの試合。僕もだから僕も終わってフルマッチ見て初めてだったんで、はい、ああ、はい、その激闘でした。ヘトヘトですね、はい、本当に、はい、ということで、はい、はい、まあ、この辺りでちょっと情報とかの関係を示させていただければと、はいはい、思っております。はい、奈良さんいかがでしたか。はい、いや、僕たち2人だったらもうあと 1,2 時間ぐらいはね延長してもいいかな。止まらない。何の、いや、何の脈絡もない感じになっちゃいますから。そう、ギュッとやっぱしないと。そうかそうかそうか。そうですね。はい、まあ、とにかく本当に、まあ、このフルマッチを見て、まあ、僕もそうですけど、はい、本当仲間のために、うん、こう日本のためにサポーターのために本当にみんなこう歯を食いしばってこう頑張ってるので、いい、ね、うん、そのぐらいな本当にこうなんだろう、こう感動を与えられるようなゲームなので、うん、もうぜひ皆さんフルマッチを見てください。2番も頑張ってます、はい、よろしくお願いします。でね、あの J リーグも帰ってきますから、はい、今週末から、はい、やったやった、はい、嬉しい。あの、ね、なかなかまあ最初はお客さんも入れないとか、はい、リモートマッチですけれども取材陣もね絞られたりとか、はい、まあ、解説される方もね結構いろいろな大変なところもあると思いますし、はい、野球がねいろいろ声が聞こえちゃうとかいろいろ言ってましたけれども、うん、あの奈良さんもね多分ダゾンなのか、はい、どこで入ってます、はい、とか、まあ、あと奈良さん本当にスタジアムにいるんでそうなんだ、もうそう、行けない、行けないっていうのは最初からね、リモートマッチなんで、はい、行けないっていうのがすごく悔しいんですよ。そうですよね、はい、スタジアムに行けない、寂しい、行きたい、早く、だから早くね、いち早くこう日常はね、まあ、少しずつ帰ってきてるので、うん、はい、はい、そうですね、はい、まあ、時期多分そういう実況の声も解説の声も聞こえるんじゃないかなと思いますね、はい、奈良さん今日いかがでしたか、改めて。すごい、なんか何が話せるかなって思ったんですけど、この試合もリアルタイムで見てないしって思ったんですけど、こうやって私が単純に思った質問をこうスラスラと答えてくださって楽しかったなって思いましたし、やっぱ今の日本代表では味わえない試合の雰囲気がこの試合には確実にたくさん含まれてると思うので、そのチャレンジ精神とかギラギラした選手たちを見るのがすごい楽しみです。はいはい、あと、まあ J リーグの話で言うとね、はい、ゆかりのある2チームが再開初戦でやりますから、はい、岩田と京都、見に行けないのつらい、しかも新スタジアムも行きたかったので、技術一発目ね、はい、岩田サポーターで京都ご出身になって、はい、ね、京都の試合でビールの売り子とかやったこともあります。そうなんですね、はい、まあ、J2 の話になったらこれもうやばいですよ、延長しちゃいますよ、またまたやばいですよ、どん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 、まあ、ちょっと田中さんのねジュビロ話とかはぜひあの番組のアーカイブにもありますし、売り子の話もその時していただいてたっけな、多分したと思います、はい、ただで試合が見れるからやるって、はい、ぜひ見てみて、 J2 もね入ってきますから、はい、まあ、あと本業もございますから、はい、はい、告知していいですよ、はい、おじさん告知ないで何も全く何も告知ありませんから、はい、女優をやってるんですが、今度フジテレビネクストで6月27日にスパイストラベラーというカレーの番組に9話にゲストで出させていただきました。BiSH のチッチちゃんとか桜井誠さんとかと一緒にカレーを作って食べて日本酒を飲みました。ぜひ見てください、お願いします。ぜひ皆さん見てください。あ、すごい、スパイストラベラーね、スパイストラベラーですよ、スパイストラベラー。カレーの番組って言われるとクエスチョンだと思うんで、はいはい、詳細はリンクを見てください。お願いします。はい。はい、で、まあ、改めて番組からと言いますか、はい、ジョホルバルの歓喜のお話を、まあ、ちょっと1時間今日させていただきましたけれども、まあ、改めて告知となります。明日、6月26日、金曜日ですね、20時から、日本サッカー協会の公式 YouTube チャンネル JFATV にて、日本代表が FIFA ワールドカップ、出場権を初めて獲得した試合 FIFA ワールドカップフランス98アジア地区第3代表決定戦の、日本代表対イラン代表が配信をされます。で、まあ、明日の配信はあのプレミア配信でアーカイブが残りませんので、ぜひ20時のタイミングで皆さんご覧いただいて、はい、そうなんですね、そうなんですよ。で、実況は、はい、当時の BS の、実況されていらっしゃいましたトラさん、山本博さんをまた再度実況を、していただいて、はい、当時の先発だった中山さん、そして奈良橋さんに、はい、解説で登場となりますので、はい、ぜひそちらをぜひ、はい、
聞いていただければと思いますし、まああのね、当時のピッチの話とかもいろいろ聞けると思うんですけど、はい、奈良橋さんからあのぜひなんか見どころとかこ聞き逃せないこととかあれば。いや、配信中にも見ましたけど、もうほとんど喋ってないんで、はい、2割、はい、郷さんにほとんど仕事持ってかれたので、はい、当時のこう2番を、はいはい、ちょっと見ていただければ嬉しいなと注目します。思います、はい、あとはこうスパイストラベラーをねこれを見た後に27日スパイストラベラーを次の日なんで、そうですね、で体温めて、はい、週末の J リーグです。そうですね、いい流れ、いい流れ、いい流れです。うまく持ってったですね、さすがです、さすがですはい、でまあそうなんですよ、アーカイブが残らないプレミア配信で配信なんですけれども、うん、20時からまあ見ていただいて、まあ当然決勝ゴールが決めるタイミングもありますよ、結果は分かってますんで、うん、でまあ多分22時頃なのかな、22時過ぎなのかな、みたいなぐらいのタイミングで、岡野さんが決めます、はいはい、決めます、もう決めます、ゴールデンゴール決めます、絶対決めます、はい、なので、まあ、このタイミングでね、ぜひあのハッシュタグ最後は岡野、へえ、そんなハッシュタグがあるんですか、はい、こちらを SNS にぜひ投稿していただいて、まあ、あの思い返していただく方もいらっしゃるでしょうし、あの初めて見るっていう方もいて、あの新鮮な、はい、気持ちになる方もいらっしゃると思いますので、ぜひそれをですね SNS に思いをハッシュタグもちょっと変えた方がいいですね、最後はやっと岡野のがいいですよね、やっとやっとを入れます、うん、と思いますけどね、それはもう、あ、もう見れば、ね、分かりますから、あ、そうです、はい、このやっとの意味が分かると思う、はい、気持ちになりますからね、はい、まあ、日本代表 の、 そのまあ歴史的瞬間を、まあ、ファンサポーターの方もいらっしゃいますし、まあ、その JFA の試合もね、代表戦も予選ができなくなったりとかしてる状況の中ですので、うん、まあ、そういった、まあ、ワールドカップ出られるっていう喜びを改めて感じるいい機会に、はい、今は出られて当然って思ってる方もたくさんいるかもしれませんけれども、はい、ワールドカップに出るっていうことは大変だったんだよっていうことを、ね、ぜひ感じていただきながら SNS にね、ハッシュタグもつけていただいて投稿していただければと思っております、うん、繰り返しになりますが、明日20時から一度のみの配信で、日本国内限定の配信になりますので、はい、ぜひ見逃さないようにしていただきまして、はい、あとはちょっとね、あの我々の方でも裏話的に、あの北条聡さん、はい、サッカーマガジン編集長だったに、あの当時の裏話みたいなやつを、あらら10のエピソードっていうのを原稿書いていただいてますので、そちらもぜひお供にチェックしていただければと見よう思います、はい、はい、見よう、はい、見よう、はい、10の裏話、はい、ということで、ちょっとね、ハーフタイムの方も延長戦みたいな感じの時間までなりましたけれども、はい、お二方どうもありがとうございました、ありがとうございました、ありがとうございました、またぜひ楽しかったです、お願いいたします、はい、また帰ってこれたら、はい、ご覧の皆さん、まあ、この辺でおいたまさせていただきます、はい、明日の20時のジョホールバルの歓喜ぜひチェックしていただいて、よろしくお願いします、はい、また感想なんかも番組で伝えていただければと思います、はい、お願いします、それでは皆様ありがとうございました、ありがとうございました、明日ご覧ください、さよなら、はい、ありがとうございます。ありがとうございました。お疲れ様でした。伸び伸びになっちゃいました。ありがとうございました。面白かった。ありがとうございました。全然楽しかった。楽しみ、明日。一回こっきりなんですね。そうなんですよ、この試合は。リアル出たな。音が残ってるそうですよ。あ、やば。マイカ。大丈夫。そのマイカも残ってるかもしれない。大丈夫、大丈夫。あれかって言ってないです。そうなんだ。楽しかった。はい。さよなら、こういうの残ってます、見てくださいその後はスパイストラベラー、最後のカレーです、カレーカレーです、カレーです、カレーばっかは持ち合うんですよ、これ入ってんのかな